加藤浩二民主党はひどかった本日放送された日本テレビの『スッキリ』の中で、安倍首相が悪夢のような民主党政権だったと発言したことに対し、加藤浩次さんが、振り返ったら当時の民主党は僕はひどかったと思う、沖縄の問題もそうだった、さらに宮崎哲也さんが、バライドではなかった、経済政策がダメだったと発言をいたしました。 こちらその通りなんですけども、本当にですね、あの民主党政権で今の立憲民主党や国民民主党の議員たちが悪さをしていたのに、国民を苦しめていたのに、それに対する反省が今のところ何もございません。立憲民主党や国民民主党の議員たちは、当時の民主党政権の失勢について批判をされたら、 もう民主党じゃないから関係ないと逆切れするだけであります。このような方々に日本の政治を任せることはできませんので、皆様、今後行われる選挙では、立憲民主党には、国民民主党には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。